青木が真剣だから俺も真剣に考えた。デートとかするのか。でも青木ってたまに可愛く見えるような。こう色的には可愛いんだな。おいでも青木のこと可愛いと思うのか。或许在诗中，或许在梦中，或许是看见人的笑容，或许是广场相遇的那一刻，或许是呼喊我的时候，于是那一刻醒了，我还是醒的，一次梦。レーゼントって言う。俺だって最近お前のこと恋愛とかわかんねえし、こういうの初めてだし、まさか男だし。でもお前いいやつだから忘れたんじゃなくて、どう接すればいいのかって。或许是海岸线上那一束玫瑰，或许是那一杯残留空位的清水，或许是当你坐在我的副驾而熟睡，或许有一百种开心，一百分伤悲。或许是因为我们有时都像个瞎子，或许是因为不想要的时候开始，或许是因为我们除了争执还有幼稚，或许是因为我们只听到相声方式。或许在诗中，或许在梦中，或许是看见。友達っていうか、お前ちょっとクラスメイト。待てよ青木、何を言ってる。友達以下かい。クラスメイト。じゃあ俺たちは友達なの。それはお前次第だろ。これって青木？おう。見てもないのによく描けるよな、青木の子。